皆さんこんにちは。あさなぎコンサルティング司法書士の加山里乃です。今日はですね、今ニュースで話題になっている地面師についてちょっとお話ししたいなと思っております。で、積水ハウスがですね、55億円でですね、詐欺被害に遭ったっていう有名な事件なんですけれども、結構他の皆さんもね、多分動画を上げて結構詳細に解説してると思うので、皆さん概要を知ってるんじゃないかなと思っておりますが、一応ですね、投稿を取って見てみたんですね。ネットとかでも上がってるので多分調べればすぐ出るんですけど、先祖代々のものなのかな、もう本当にお付とかもねついてなくて、すごい綺麗な土地なんですよね。で、そこに所有権移転請求権仮登記が入っててっていうような、多分皆さん時系列は多分知ってると思うんですけど、さっきですね、ニュース見てたら、その結局ね、この事件って結局じゃあ本人確認はとか、そういう多分お話論とかなんかすごい論点だと思うんですね。で、本人確認でこのぐらいやっぱりこう、でかい案件になってくると、必ず弁護士が入って、で写真撮って周囲の人にこう聞き込みをするっていうのが、不動産業界ではもう当たり前というか、絶対そうなんですね。で、普通にですね、所有者この人間違いないかってちゃんとこう確認して回って、で、近所の人全員ですね、そうじゃないと、この人は所有者じゃないというふうに言ってですね、あと司法書士がですね、決裁の場で本人確認をした際にですね、えとですね、聞いた時に、えとも誕生日のですね、その所有者だと名乗る女性が間違えたらしいですね。間違えたのに司法書士は書類が揃ってるからということで、もうゴーサインを出してしまったという状態だったらしいですね。なので、もうかなりですね、飼い主側にも、飼い主側にどうだったのかなっていうような、そういった話がすごくあります。で、この事件ですね、本当に、大変な事件で、積水ハウスのですね、担当者がですね、もう自殺しているとか、そういった噂もですね、立っているぐらいです。で、司法書士のですね、私は司法書士なので、司法書士目線から考えると、やっぱり本人確認で、えと誕生日を両方間違えて、でかつその女性に話しかけると、間から弁護士と名乗る人だとか、不動産の仲介だとかが会話を、遮って喋って、代わりに喋ってきて、で本人と会話をさせないとか、もう明らかに不自然な、ことがあったとしても、あったとしたらですね、やっぱりちょっとどうかなってやっぱ思うんですけど、でもやっぱりいざ現場に行って、たくさんの人がいて、でもう額もすごい、額、55億円、55億もっとかっていう取引で、中止する、そこを停止するっていう勇気を持てるかっていうのは、やっぱりそういうところだと思うんですよね。で、普通にやっぱ考えればおかしいだろうってなるかもしれないんですけど、現場ではね、そういったもうプレッシャーに負けてしまったのかなっていうような、そういった感じがします。で、幸い逮捕されたグループで8人くらい行ったんですよね。その中に司法書士いなかったっていうことなので、少し詐欺グループの一味ではなかったということでちょっとホッとはしているんですけれども、でもやっぱりその司法書士の責任っていうのは必ず、問われてくるかと思います。こういったね、背景なんかでもなんで明らかなのに騙されたのかって、積水ハウスほどの大きい会社が騙されたのかっていうと、やっぱりこれは不動産業界というか、東京都だから、東京ならではの話だと思うんですけど、東京っても土地の仕入れがもう全てなんですよ。私も不動産会社で働いてる時、自分の会社のですね、部署に開発グループがあって、開発仕入れグループがあるんですね。でも仕入れっていうのがもう会社のですね、その不動産の全てを握ってるんですよ。売り上げの全てを握ってて、で仕入れっていうのが本当に命なんですね。で、なので、もう本当に仕入れさえすれば、あとは東京なんでね、仕入れさえもう安くできれば、どこに出しても必ず上がるんですよ、利益っていうのは。なので、五反田のですね、一等地ですね、あそこがですね、まず手に入るとなればですね、もうみんな、すごいもう群がってってお話ですし、積水ハウスも、ここぞとない機会だと
あのやっぱりこう思ってですね、あの、まあ、多少おかしくてもですね、無理やりでもちょっと、ね、買って、まあ、手に入れようっていう、そういった、まあ、心理が働くのもなかなかね、この東京の仕入れ競争の中では、まあ、仕方がないのかなという部分もあるかとは思っております。まあ、いずれにしてもね、あの、まあ、逮捕されてよかったんですけれども、あの被害金額とかそういったのどうなっていくのかなって、まあ、今後もちょっとこのニュースとっても注目しております。今日はですね、ちょっと地面師について執行者としてですね、ちょっと思うことをお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。